ゲミミカの祠、このぐるぐるの中心ですから、ちょっと面白いの来てほしいところはあるぞ。回る力、まあそうだよね、ぐるぐるの中心なんだからさ、それにちなんだちょっと面白いの来てほしいよね。あ、これプロペラか。プロペラここにくっつけようと。で、どうにかこうにか風を起こすのか、それともこれに、あ、電気を流すんだね。通電はね、昔からある、あれですが。あ、上に登れと。はい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 。上に登ると何もないが、壁を越えて行ける。もう片立て、置いて、ゾナニウムの片立てだらけやって。ん？これマジで何をするん？てかこの、設置されてる周りのそいつらは何？火でなんか起こる？起こんない、危ない。あ、ちげ、これ下がろうそくだわ。あ、じゃあそういうことが、分かった。あ、今水出てきて、あー、これポンプなんだ。火つけたらそれが緊急装置作動して水で消火しちゃうから、扇風機で一気にファイヤーセイトで一斉点灯で通過。いや、これおもろいな。カリューの頭ブルンブルン回されてるぞ。え、すごい海賊船があるぞ。あれ、魔物の群れか。え、あー、なるほど。普通に落ちるバナナ拾おうとしたら、イーガダンの群れでしたと。あー、ゾナウキアの鏡さ、縦につけたら、こうやってあれだわ、敵を目くらましみたいな、できるわ。まあでも日中限定とはいえ、まあまあ便利なんちゃうこれ。空からの奇襲、失礼するぞーい。三連弓の爆破最高だな。おお、武器に大砲をビルドすると大砲の弾めっちゃ狙って飛ばせるわ。これ強いな。あ、白ゴブが落ちた。大砲ビルド超強くね。殲滅完了かな。そしてこの宝箱乗ってる船、一番遠いんだよね。しかも逆風吹いてんだよな、ここ。さあ、まあまあな数の魔物の群れだから、いいのくれるんかと思いきや、悪くないけども、そこ、朽ちた王家の剣じゃなくてさ、荒くれ棒でよかったよね。おっと、ドゥルドゥルの砂場からイワロック出てきたわ。お、こいつ普通の黒じゃない。多分これあれだ、琥珀じゃなくてオパールとか落ちる系の鉱石持ちだ。あ、いや、琥珀だわ。泣いた。あ、いや、おっ、ルービー、サファイアか、サファイア落ちてるな。やっぱあの黒の石になんかあの金ピカがついてるのは、多分ちょっとレアな鉱石落ちやすいんだよな。あ、希少石イワロックっていうんだこいつ。へえ。お、プラス 33？ 希少石イワロック、クソ弱いのに武器バカ強いやん。やべ、これでっけえ、あのごっつい幹部だ、幹部のイーガダン来た。初めて見たな今作で。だが弱い。お前はチュチュチュリーパンランチ。あ、俺写真撮ってたな、もうこれ。ラシワカの祠、浮く力。ああ、浮遊石か。浮遊石をようやくここで教えてくれるんだ。違うかもしれない。あ、これ切り落とせってこと。あ、でもボールを下につけるのは正解か。跳ねすぎー、乗れない。まあ、戻れ子を使ってもいいが、ここはあえて戻れ子なしで今です。今だ、オッケー。これ乗るの地味にむずいんだけど。いや、マジこのゴムボールの浮く力強すぎないか。あ、もう乗れないし、ほらー。ちょっと楽しいなこのゴムボール。
ねえ、やばいやばいやばい、俺の船どっか行っちゃうってこれ。ね、ちょ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 、え、これゴムボール使うのむずない？あ、そうか、逆さでいいんだ。あ、ゴムボールそんな重いのかこれ。いや、まあ、ゴムは重いか。うわ、これ洞窟からさ、この老明島って迷路の城に繋がったわ。まあ、せっかくだからこのまま行くか。ちょっとね、本当はあっから古代研究所でワープマーカー欲しかったんだけど、まあ、先にこの老明島を攻略してやってもよろしいよ。あ、正気の腕だ。やっべ、あー、くそ、正気耐性の装備しよう、さすがに。やべ、もうこれ足何体もあるからさ、足じゃない腕掴まれないっていう立ち回りが無理だわ。槍っていうこの長え武器を使ってしてもなお。やべ、俺三料理ないから体力、蝕まれた体力回復できない。あ、でも正気耐性つけてるとめっちゃマシになったな。おい、ユンが掴まれとる。こいつら大砲は効くか。まあ、効くが普通に効くけど、あんまりダメージ通んないな。まあ、でも燃えてちょっとひるんでるの強いかもしれん。あと、まとめてダメージ与えられるのもいいな。エネルギー切れるまで大砲で、切れたら弓で、あ、槍とか弓でちょっと安全にって感じかな。そろそろファントムガノンか。 OK、 武器は棍棒だ。わあ、危ない、怖いなーこいつ。やばい、こいつ足元が正気やられなの、えぐい。ふわらー、パリーしちゃうんですね。あ、こいつ体力低い。やべ、王家の盾55だけどさ、それでものけぞるんだ。てか防御力とのけぞりは関係ないのか。はい、ダッシュかけていくー。これあれかな、やっぱマスターソードだと特攻ダメージ入ってるくさいか。正気の金棒。あとは闇の塊と魔王の弓弱いんだよね。俺体力増やしてないから。え、正気の金棒50か。これ普通にマスターソードにつけちゃうか。おー、リーチ爆増。あー、老明島、ここもふわふわスタイルだ。もぎ去りの祠。もぎ去っていくんか。飛び出す勇気。はーん。体力と防御力の低い僕に飛び出す勇気などござらん。車で駆け抜けろっちゅうこと？それは勇気あるな、確かに。マリオカートできるじゃん、これ。飛べー！ファイヤー！これ飛んだはいいが、その後の火山、越えられないのでは？このちっちゃいタイヤで火山越えられるか。おお、ギリギリ、深さ浅め。これ届く。トゲトゲも大丈夫。これちょっとおもろいな。ねえ、ゴーレムがめっちゃ見てくる。最悪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 。ふぬあ、脱出、脱出深い。お願い、ゴーレム見逃してくれ。俺はただマリオカートがやりたいだけなんだ。いや、これ角度やばいか。いや、ここ柵があるの優しい。ああ、違うんです、わざとじゃないんです。殺す気なんてなかったんだ。で、ここでヨッシージャンプとダメですね。うわ、ここロケット用意されてるわ。これ初見で気づかんて。さあ行こうか、アルティメットロケットケツ穴号。いやー、飛びすぎー。そしてふわふわなの。うわー、死ぬ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 。おい、死ぬじゃんこれ。ロケットつけすぎたな。1個でよかったか。あ、え、待って、これあれじゃん、チャレンジ設定したらさ、端末の場所わかるじゃん。嘘でしょ。あ、戦ったの上等ゴーレムか。じゃあ雑魚じゃん。異次元悪霊の鎧、まあ分かってた。めっちゃガノンです。なんかリンク余計ムキムキ見えるわ。でも悪くないな、これちょっとアメリカンヒーローっぽさあるぜ。上智優の祠、馬宿のさ、ペーンのエピソードとかもやりたいけど、ちょっと先にアッカレ地方をやろうか。引き抜く道教、何、ジェンガゲームでもやるの？いや、マジでジェンガやりそうな雰囲気じゃない？え、すご、めっちゃおもろそうなんだけど。とりあえず左右アンバランスなところは抜かせてもろて、
うわー、これ一番下抜くの絶対危ないけど、まあ抜くしかないか。上の方届かんから、なんか飛ばんといかんのよね。で、ここ通電させると、ねえ、ちょっと待ってくれよ、足場さん。お、宝箱あるじゃないですか。そうなってんの？それは落ちるだろう、みんな。てか、これさ、もう普通に崩しちゃうじゃん？拾えちゃうじゃん？ゴリ押しが効くんだよね、このゲームはね。じゃあこの先アッカレ古代研究所 E 型に陣取られてるらしいから、そいつらを駆逐してやるか。竜ね、お前ツインテールはいいぞ。私はね、古いものに目がなくて歴史を巡る旅をしているの。アッカレ古代研究所の噂を聞いてここまで来たけど、変な奴らに占領されてるみたいで、ここで立ち往生って感じ。古いもの好き？いにしえの時代を生きてきたロマンあふれる者たち、次は何を見に行こうかしら。巨大クジラの化石、3頭いる。オルディン地方にいるクジラ。はあ、そんなのがあんのか。オルディン地方、俺多分全然行ってないからな。そこら辺の化石とか多分洞窟ん中か。探索が足りてねえな。え、研究所なんかめっちゃボロボロじゃない？いや、こういう作りか？いや、やっぱボロボロだよな。イーガダン、お前ら何してくれてんの、ほんと。これ普通に正面玄関開けるしかなさそうか？リンクだ、リンクが出たぞ、敵襲、敵襲。お前らそんな原始的な呼び声なの？あ、やっぱり幹部が一人おる。たるいな。おぉ、弓強え。なんだ今の、今のハンドパワーは何？味方が強い。今ので終わり？いや、まだ人おるな。なんだこれ。いや、喋りか、おえのきだ、えのきだじゃない、サゴノのファンじゃねえか。文句言わないで装束を作るから。あ、お前はなるほど、イーガダンに囚われて、なんだ、服を作らされてるのか？最高だよ、やっとここから解放される。黒缶バッテンだ。手先が器用でおしゃれボーイってだけで、イーガダンに捕まって奴らの装束を作らされてた。なるほど。今完成したこのイーガダンスーツ、よかったらもらってくんねえかな。静かさアップ、防御力1。一式セット着れば、もしかしたらイーガダンに仲間だと思われるかもよ。あ、なるほど。じゃあ、イーガダンセットはあれだ。イーガダンにバレなくなるんだ。おもろい。で、頭と足はどこで作らされるん？あいつをまたどっかの街で見つければいいのか、今のやつを。試作版ワープマーケー。これをロベリーに返してあげれよーと。ロベリーちゃん。プラパッドはパーフェクトノットウェイト。ワープマーカー追加させたりや。言うからマイホームの香りが、もしや、もう持っとるとな。これな、enough you のプロパッド。これで、多分一個だけだけど、もうどこでもワープマーカー設置できるってことでしょ。おー、ありがてえ。これマジで好きなところにワープできるようになるってことだから、助かるね。二つ目を連携させたいなら、マップデータが10箇所ほど。マップデータとは何ぞよ。あー、データ揃ってる。マップデータって、あれかな、普通にあの、テレレレレン発見、なんとかの街、なんとかの街、みたいな、なんとかの街、いや、語彙力カスだな。あと1個、15箇所。15箇所あるんちゃう？あー、ないわ。15箇所ないわ。あんた珍しい武器持ってるね。自分で作ったのかい？私もいろんなそういう武器を作っている。目指すは最強の武器。ライネルって魔物知ってるかい？馬みたいな姿の魔物だよ。白髪まではぶち殺したぜ。背に乗ろうとしてぶっ飛ばされる男たちを何度見たことか。風穴酒谷の入り口付近。北西？はいはいはい。ああ、いたけどあれ通常個体かな？赤い髪だからあれ通常個体だな。じゃあ雑魚だ。
ああ、嘘でしょ？弾かれんのか。力の泉。敬虔なる剣士よ。今、深き谷に追わす母なる女神像の気配が感じられない。ああ。じゃあ、あれか。あ、いや、一緒か。女神像3体あんじゃん。ああ、こいつら、女神像多分3体おると思うけど、おそらく3体ともそれぞれ赤い、ドラゴンの素材をあげんとあかんのや。なるほど。了解しました。ほらよ、これで満足か、てめえ。その武器はもしや、よく見せてくれ。通常ライネルじゃ俺はもう満足できねえんだよな。でもこいつのクエスト追ってったら、ワンチャン白ライネルまで行くんじゃねって思うんだよね。多分こいつ、そのままさ、青ライネル、白髪ライネル、白銀ライネルまで続くと思うんだよね。勝手ながら。よーペン、また会ったじゃねえかよ、おい。振り袋押すぞ、こいつ。ここの馬で目をつけるとは、俺のくちばし並みに鋭い嗅覚を持っているようだな。お前のくちばし、長いけどそんな鋭くはないくないか？馬の神様ってのが近くにいたり、怪しい研究所があったりして、ネタの方向に違いない。だが、ゼルダ様の噂はなかったよ。ないことあんのかよ。サバード！あれ？大妖精いいんじゃん。楽団員で現金する4匹以外にも存在したのか。ちなみに楽団員のやつもあと1匹残っているんだが、お前はどうやったら開花するんだ？誰か、あれを1つだけでよい。ガッツ人参を食わせて、誰か、ああ、こいつ、大妖精じゃなくて馬の神様マーロンだわ。ガッツ人参がその馬の神様マーロンの大好物っていうあれなんよ。だから多分馬の顔の大妖精が出てくるはず。うまーって言ってるしね。いや、毒々しいなぁ。わーお、気色悪い。腕も浮いてるし。マーロン、フォー、あの知らなかった人参をくれたのは、嘆きにわたる空腹を満たしてくれたおかげで、外に出ることができた。我が名はマーロン、この世界に住まう馬たちの神である。まだ腹が満たされぬ。お主を食ってしまおうか。冗談である。お主、うまくなさそうだしな。ガッツ人参のお礼をせねばな。願いを叶えてやる。死んでしまった馬を蘇生。馬の能力を強化。食事を持ってこい。ガッツ人参。もっとうまいものを食っておるだろう。いや、俺適当に肉焼いたものしか食ってないっすよ。なるほどね。じゃあ、ガッツ人参を使った料理を、持ってくればいいんだね。腹が減っては蘇生はできぬ。馬の強化。へえ、おもろいね。まあ、俺の大好きな3の、まあ、頑張りをまず上げて、その後、丈夫さとかを一回上げてみるか。え？待って待って、必要な料理。なんか、マジで本当にしっかりした料理なんだけど。本当に？あ、え？しかも、スピードとか5まで上がるんか、これ。もしかして。わーおー。じゃあ、はい、料理がないので、さよならです。てか、見た目に反して、極、和やかすぎな？さあ、極の白馬がいるっていうのを聞いて、この馬神湖ってところ来たけど、何もないな。どうしたらいいんだろう。ああ、情報を持ってるこいつらだ。馬の神を探しに来たのか？いやいや、そうじゃないさ。表情から察するに。極の白馬を探しに来た。そうだろう。馬の神は多分さっきのマーロンの話なんだよね。馬の神がいる。死んでしまっても生き返らせてくれるらしい。馬の神って、マーロン？俺、知ってますけど？まさか本当にいるなんて、噂通り死んでしまった馬を生き返らせることができるのかな？どうだろうな。食ってやろうかなどという神を、果たしてどこまで信じてよいものか。確かにあいつ、信用できなさそうな感じはあるな。極の白馬について情報くれよ。この谷の奥にいるのをついに見つけた。他の馬たちよりもはるかに大きな体で、しかも白馬、極めつけに珍しい希少馬さ。突然変異ってやつだと思う。野生動物の生態調査をしているものでね。極小な馬ならぜひとも捕まえて生態や特性の調査をしたい。どんなに頑張っても手なずけられずに逃げてしまう。極の白馬を捕まえたいけど夢中なんだよね。
あいつか？いや、でも別にでかいか？いや、普通だな。こいつじゃないのか？一応静けさアップしてきたが、いや、普通だよな。こいつじゃないな。こいつはおとり、あ、でかい、でかい、でかい！でかいです。乗れるか？これ俺、あ、スタミナがめっちゃいるよーっていうだけかな。でも僕スタミナ最大値なんですよね。残念ながら。まあでもなんかパッと見、うお、でけーって感じしないな。ちょっと止まれ止まれ止まれ。一回こいつらに自慢せなあかんでしょ。あ、こうやって見比べるとまあでかいね。おお、その馬はもしかして間違いない曲の白馬だ。いやでもやっぱ白馬かっこいいな。でも俺茶色い馬の方がね好きなんだよな。いやでもこいつでかいのもあってかステータスが高いのかめっちゃ足速く感じるわ。こいつあれなのかな、夏軌道を上げないとあのスーパーダッシュみたいなのはできないのかな。まあでも足が速いからいいっちゃいいが、なんとお見事な馬ですね。お前曲の白馬に驚け。え、あ、頑張りと引っ張りがないんだ。丈夫さ5のスピード2か。スピード2だけど、まあまあ早かったけどね。いやいや、見間違いですよね。曲の白馬にまたがってるなんて、そんな夢みたいな話ありっこないですね。あるだろ、目の前で。ガンダムだな。白い巨体でしょ？連邦の白い悪魔ことガンダムだ、お前は。夏軌道15ってマジか。連れて行こう。一打入魂。また野球なの？いっちゃん最初のには野球やったって。ちょっと斜めで、今です！完璧！テルダの伝説。よし、じゃあ、あっかりに平和をつって、あの、魔物討伐作戦をちょっとやっていこうか。なんだかんだこの魔物討伐作戦系のチャレンジさ、ミニチャレンジじゃなくて、エピソードチャレンジなんだよな。オッケー、今のでグークリアかな。これ相当俺がやったけど、今回は褒めてくれるのか。前回はね、なんか全然褒めてくんなかったんだよね。多分俺が遊んでて全然魔物討伐したか しなかったからかもしれない。ああ、やっぱそうだ、俺がどんぐらい討伐したかでこいつらの対応が変わってくるんだ。へえ、おもろい。まさかゼルダの伝説で俺の DPS チェックされるとは思わんよな。なんでい、この馬宿は裸の変態どもで溢れてやがるぜ。業に行っては業に従え。だよな、あんちゃん。まぶしい！よー、パン、どうしたんだい？パンツ一丁に悩まされてんのか。お前、胸筋、えぐ。え？やばくない？お前の胸筋。鳩胸すぎる。よう、相棒見たか？馬宿に居座るパンツ一丁の男だし。小鳥ちゃんたちのサイズによると、ゾナウ調査隊でゼルダ様からの指示を受けてあの格好をしている。どんな指示だよ。ゴロンシティへ向かう旅人で賑わっていたが、新しい街道ができた通りも少なくなって魔物が救うようになっただけ。パンツ一丁でうちろしてること自体危険気まわりないと言っているんだが、ゼルダの言いつけだとみんな聞く耳を持たない。数名がパンツ一丁で調査に出てしまった？こいつら頭考えてなさすぎだろう。魔物の巣穴を調査すると向かったきり帰ってきたよ。もう絶対食われるやん。本当にゼルダ様がこのさえずり、何やら気な臭いな。ついばんでみる価値はありそうだ。相棒、その格好、潜入取材のためか。自分も同じ格好して相手に取り入ろうとは、見上げた記者根性だな。マイスリートプリンセス。お前ら裸で魔物の巣窟に行くってアホすぎるだろう。行くぞ、サンゴバ。デランタ、二人で一斉にかかれば怖くないはずだ。息を合わせて、1、2の3。なぜ行かない？足が動いてないじゃないか。ここは俺に任せな。新人の調査員か？魔物かと思ったよ。丸腰で戦おうなんてバカは俺一人でいい。え？まあ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 、いっすよ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 、そんぐらい別に。まあ余裕っすよ。僕、魔法の右腕あるんで。我々にお声掛けください。
調子乗んなよ、お前ら。ちょっと待て、黒森ブリン、いや、青か。青森ブリンはまあ、ギリか。いや、さすがにクソザコだったな。おい、一掃してきてやったわ。青森ブリンなんぞ、俺の前では、ま、小指一本で十分かな。おい、裸の奴ら、集まりすぎてめっちゃきしょいが。お、来てくれたか。みんなこの方がパンツ一丁で魔物を倒した功労者だ。パンツ一丁で戦う秘訣を教えてくれないか。ま、才能、ですかね。リーシャ、ちょっといいですか？なんでパンツ一丁なんですか？お前、冷静な分析やめろよ。パンツ一丁になって現場に出るべきって言われてたはずだよね。セクハラですよ、ブーゲン君。私もゼルダ様から劇を飛ばされて調査に来ているのですが、ゼルダがおっしゃっていたのは、パンツ一丁になってではなく、班長に習ってでしたよ。なんだって？パンツ一丁で調査をしていたのは、全くの勘違いだったというわけか。偽物ゼルダですらなかったのかよ。文武両道を体現しているじゃないか。これぞパンツ一丁精神、これで良いのだ。え？おい、そこのメガネ、お前バカか。なるほど、さえずりの先にはこんな真実が。調査員の聞き間違いがあったとはいえ、結果的にはやる気を出させたとは。さすがゼルダ様、指導者としても一流だったか。指導者としては一流だが、滑舌は二流だったみたいだな。さらば、服をくれ、滑らずの服をくれ。さあ、やってきましたよ、ゾーラの里。多分ね、前作で、まあ、ストーリーの重要人物だったシドっていう、ここの王様がね、多分今作も、まあ、関わりあるというか、今作の賢者の血を引くものだと思うんだけど、まあ、めっちゃかっこいいから、絶対みんな好きになる。モガワーカーの方向ら、水力発電、ついに発電まで起こすようになったのか。これはなんだ？バッテリーっぽく見えるけど違うもんな。ここに水は、あー、これで羽作って、電気供給して、ここに置いてバッテリーをチャージするんだ。これ充電スポット。え、これ、180度でいいか？とりあえずちょっと動かして水当てて、いける？いけるいける。オッケーオッケーオッケー。いいよ。チャージされてってる。うおー、これおもろい。で、これでエレベーター動かすんか。で、ここのスポット置くとエレベーター稼働と。うわー、これおもれー。ゾーラの里、いいギミックだな。うおー、ゾーラ族、なんか人の種類つか魚の種類増えたか。え、待って、汚い。あ、ヘドロで汚れてんだ。みんなの治療は一旦終わったんだけど、水飲みを使い切っちゃった。はあ、はあははあ、は。仕方がないわ。それより、里のみんなが無事でよかった。あとは、あの像をなんとかできれば。あら、旅人さんですか？話夢中で気づけなくてごめんなさい。あ、像がヘドロでめっちゃ汚くなっちゃってるわ。ヘドロのせいで大変になっている。ヘドロまみれのままで、あの像は里のみんなにとってとっても大事なものなんです。ヘドロを洗い流したいと相談していたところ、まあ、任せなさいよ。これ、水量足りるか？ね、縦さ、上に向けらんないの？縦にさ、ズナウキアつけるの、微妙だよね、やっぱ。でも今さっきの祠でちょうど魔法の大勢手に入れたから、オパール、水の力を宿すと言われる。これで、水の魔法だよ！俺が綺麗にしてやったぜ。褒めて使わせ。ヘドロが、あなたがヘドを洗い流してくださったのね。ゾーラ族の希望の象徴、私たちにとってとても大切なものなんです。かつて里を救った2人の勇姿をかたどったものを、ごめん、シド王子とそのご親友ハイリア人の剣士リンク様、俺のことですね。素敵ですよね。いつかお会いしたいな。ハイリア人で剣士、俺のことだけどどうする？本物の剣士リンク？はしたないですよ、ひふみ。失礼しました。毎日のようにお噂を聞いていました。ゾーラの王子、シドの許嫁。え？
お前お姫様なの？そこら辺の一般市民かと思った。ヨナと申します。え、シド、え、結婚するのか？お前、俺以外のやつと。ゼルダ姫と共に行方不明だとお聞きしていましたが、どうしてここに？ハイラル城の力でそんなことがあったのですね。それでハイラル全土を調べて回っていると。ではこの里に加えたのもゼルダ姫を捜索するため。里の周辺を自由に調査いただいて構いません。そうだ、もしよかったら指導陣に会いに行ってあげてください。きっと喜ぶと思いますから。ミファー公園ミファーってのがそのシドの姉ちゃんで、前作ストーリーの重要ポジだったんだけど、その姉ちゃんの名前ついてんのおもろいな。雷獣山の頂上。雷獣山ってのはおそらくライネル山ですね。ライネルがいるなんか丘みたいなのがあって、多分そこの話なんだよね。めっちゃ遠いよ。そろそろ時間です。行きませんと。どっか行くのかお前。お前なんか見た目全然ちげし、見たことねえ魚種やなと思ったら、なるほど、稲漬けか。指導陣会いに行った後にでも上の階にある療養所へ立ち寄ってください。あ、お前医者なの？医者の家系か。ゾーラの鎧を着ればハイラ人のお主の滝を登れるようになる。ヨナ殿が修理を試みておられるゆえ、療養所に顔を出してみると良いぞら。なるほどね。療養所っていうかお前単なるお風呂ですよね。ヘドロは頑固ね。患者さんたち早く良くなるといいのだけれど。何お前、治癒の力を持ってんの？特殊な能力持ってそうですか？リンク様がお見えです。ちょっとなんか水に入ってるとゾーラ族なんかあれだね、エッチだねあ、来てくれたんですね。力になれると言ったのはあなたの持ち物ゾーラの鎧をお返しするためなんです。先の戦いで傷つき、この里へお預かりしていたゾーラの鎧は修復試みていました。最後に一つだけ、昔アロワナという魚の鱗さえあれば修復が完了するのですが、最近めっきり見なくなり、どこに生息しているか見当もつけません。昔アロワナはあれだね、空島の水辺に住んでるやつなんだよね。鍛冶屋のロスーリなら何かご存知かもしれませんが、昔アロワナなら大量に持ってますね。俺多分食い尽くしてないと思うよな。どうぞ。昔アロワナ、これがあればゾーラの鎧直せます。お待たせしました。泳ぎスピードアップで、これ滝のところに行くとねすごいんだよ。ゾーラの鎧を着ればハイリア人のあなたでも私ゾーラ族のように滝登りができますよ。それがあれば、ああ、その空島の、あ、なんだ、ヘドロの滝は登れねえのかよ。少々濁ってても水の滝なら俺なら登れますよと。これであれか、あの水ザッバー落ちてる空島とかも楽にヒョーンって登れるよってことでしょ。ただデザインがちょっとねダサいんだよね。俺の下半身が蛮族の服なの終わって、さあ行くぜ。この滝で登るで、水汚っダイビングからの大ジャンプと、これいいよねマジで。ついでにコルグだ。おー、ゾーラの里にも遺跡が出てきてんのか。滝登りの最中に大事な遺跡調査の道具を落とすとは、何やってんだお前。あ、ほら見て、すごいゾーラの里ね、このサンゴみてえな植物生えてんだよね。これなかなかすげえわ。めっちゃ色綺麗だし。ミファー公園、ドロドロえぐない？これダイレクトで落ちてきてんのか、ミファー公園。いやん、あの祠。おい待って、汚れとる。空にとどまるもの、浮遊石、角度決め。待って、これさ縦につけたらどうなんの？ここから縦サーフィンすると意味がない。あ、なんだなんだこれ。あ、これ押すと、おお、すごい、アイスカーリングならぬアイス、うん、エアカーリングじゃん。なんかシドがさ、すげえ両手で謎の力を、謎の浄化パワーを発揮してるんだよね。つかお前武器かっちょえー。これ確か降臨の槍とかいう、まあ、このゾーラ族の秘伝の槍ですわ。リトバン、これはリンク様、ようこそお越しくださった。シド王子をお尋ねですか？はい。あちらにいらっしゃいますよ。作業に集中されていますが。
きっと喜びになるぞら。シド君、君は俺の推しなんだよ。ちゃんと王子らしく、あの首んところに何だっけあれ、タイをつけてんだよね。その目元隠す演出やめろお前、乙女芸か。ゾーラ族の王子シド。会いたかったぞリンク。てかさ、あれじゃない、ゾーラ族服着ないからさ、根元とか首元だけ首元とか手首とか腰だけさ、こう装飾品つけてんのさ、変態っぽさえぐくないか。久しぶりだなリンク、行方不明と聞いて心配していたんだぞ。俺のことを心配するとは100年早えよ。一体何があったんだ。ハイラル城の地下でそんなことが。その後目覚めたのが空の島とは。やはり空が全ての鍵なのか。実はこの辺りに降るヘドロの元気はあの空に浮かぶ島にあるのではと考えていたな。遺跡の破片や空に関わる歴史書をゾーラ族の学者に調べてもらっている。このヘドロの対処で自由に動けないからな。てかこいつとかさ、あの言い名付けの、もう名前忘れたけど、あの緑の女のその謎の浄化するパワーは何なん。水の源流、ヘドロが混ざった汚れた水を操る力で分離してきれいにしている。ああそういう能力があるんだね。これを続けなければ汚れた水が里に流れ込んでみんなが苦しむことになる。じゃあお前ここにつきっきりってこと、基本的に超大変じゃん。空の浮島や遺跡と関わりがありそうなら学者のところへ行ってみるといい。ジアートというじいさんだ。何か得られるかもしれん。ここから北西にあるトトコで調査を続けている。本当に嬉しいぞリンク。なるほど。リトバンがそわそわしている。一人娘のドゥンマちゃんが単独妊婦で心配。ドゥンマちゃんもう60歳を超えた一人前の兵士。じわるなあいつ、親バカすぎるだろ。子離れできないせいで気が散るなんて、ベテラン兵の名が泣くぞら。可愛らしくていいじゃん。ヨナーさんは俺の幼馴染で言い名付けだぞ。昔はよく互いの里を訪れたりもしていたが、いろいろあってしばらく会えなくて。え、ゾーラ族の里以外のところにもそのゾーラ族が住んでる里があったってことか。久々に遊びに来てくれたが、こんな状況になってしまったせいで話もろくにできていない。はあ、お前シスコンと思いきやちゃんとそういう相手いたんだな。けしからん。北西のトトコってどこだよー。ああここか、俺がさっき言ったところだわ。ああやっぱドゥンマとジアーモって聞いたことある名前だなと思ったら、俺がここに来たやつだったわ一回。遺跡ってなあ、やっぱそいつか、ジアーモって。ジアートね、失礼した魚の名前いちいち覚えてらんねえよ。おい、お前に聞きたいことがある。このいかめしい様式、荒波を思わせる書体、はるか昔我らゾーラの祖先が書き残した古の石碑。空魚の血に立ち雫が水の架け橋の、あ、欠けてるから読めないんだね。なるほど、理解した。リンクではないか、この大発見を。これは惑うことなき古代ゾーラの石碑、空に関する記述がありそう。肝心の石碑が欠けており、全容がわからぬ。余裕。おい、ガッチシー、これで解読頼んだぜ。お前なんで見てない俺の活躍を。なんと石碑が。感謝するぞらー。読めるぞ。空魚の地に立ち周囲を見よ。さすれば宙に浮く岩に雫が見えるだろう。その雫、王の証で射抜くとき、水の架け橋のありか示されん。王の雫じゃん。王の証、王家の弓でその雫を抜けってこと？ゾーラ族と空の民繋ぐものなり。素晴らしい。空へ行く方法の手がかりになりそうずら。文自体が謎かけのようになっておる。一難去ってまた一難。王の証というからには、まずはドレファン王に話を聞くべきか。ヘドロの調査から里へ戻られる頃かとは思うが。はぁ。まあ、ドレファン王ってのはあれだね。シドたちの親父だね。いや、王の証っていうぐらいだし、あれか、その王族に伝わる槍的なやつか。
ドルファンウォーパンチドルファンウォーパンチめっちゃじわるわ。深く卑怯なままの目、秘密の場所に隠れるぞよ。その場所はなんだよ兄ちゃん、ドレファン様ごっこなら満員だから入れないぜ。続きができないからあっち行ってくれよな。ドレファン様ごっこってなんやねん。追い出されてしまった。王の間を掃除していたら子供たちに追い出されてしまったであります。お前優しいな。秘密の遊びをするから大人は立ち入り禁止だそうです。ドレファン王ごっこ、つい最近の出来事の真似だそうです。自分も参加したかったんかよお前。問題はどうやってこっそり近づくか、隠れる場所があれば最高なのですが、ここら辺からさ、あの上の階の風呂にチポンって倒したらいけるんちゃうの。あ、もうちょっと前で行きたいね。ここで話を聞けるかい。ドルファンをこんな深いところで聞いてたのか。やったか。だがヘドロデドロ深く劣ったぞよ。ドルファン様、ひとまずあの場所に身を隠しましょうぞら。おいちゃんとやれよ。ムズリ様と魔物の一人二役なんて僕には無理だよ。ルラチュネずっと気になってたんだけど、ドルファン様が隠れてる場所ってどんなとこなのかな。俺知ってるぜ、聞いたことがある。清流の御所。清流、綺麗な水が流れる場所。里の周りの水はほとんど汚れちゃってるけど、雷獣山と里の間のどっかに今でも綺麗な水が流れてるところがある。滝の裏に秘密の入り口がある。はえー、なんとなんとラムダの財宝たまたま見つけちゃったぜ。クソありがてえ。クライムバンダナ、ナイス。でもここ滑るから意味ない。あったー、見つけたぜ、ゾーラの王様の隠れ場所。清流の御所っつったっけ。これ洞窟扱いか。洞窟扱いだ。ドレファンをヘトヘトやないかい。ちなみに迷いちゃんはどこだい。ああ、もうヘドロで汚れてダウンしちゃってんだ。こいつ側近ムーズリム、何やつ。お前はリンクでないか。どうやってこの場所を見つけたのは、一体何を企んで。待てムズリ、いきなりそれではリンクも何が何だか分からず驚いておるではないか。ドレファン、やっぱ王様たる格が違うね。久しいなリンク。ゼルダと共に行方不明と聞いていたが、何故ここに来た。なんと忽然と消えただと。嘘をつくな。ハイダル城の異変が起きた直後、わしはこの目でゼルダ姫を見たのだ。落ち着くぞよムズリ、リンクの瞳は嘘をついておらん。変わらず我らゾーラ族の友のままぞよ。何か事情があるに違いない。わしらの見たゼルダ姫について、なぜこの清流の御所の身を隠すことになったのかを聞いてほしいぞよ。ゼルダと遭遇したのはハイダル城が浮上した直後、浮島ヘドロ遺跡の破片調べようとムズリと里を出た時、ヘドロの魔物を従えたゼルダが空から舞い降りてきた。あろうことか我らにその魔物を消しかけてきた。ゾーラ族と戦争させるつもりかよ。ドレファンはその魔物を撃退なさったが、ヘドロに侵されゼルダは姿を消していた。ゾーラ王負傷の原因はゼルダ姫のご乱心。そうと知られれば大混乱は避けられぬ。この清流の場所に一時的に身を隠されることになったのだ。その後の話では、ハイラル城の地下でゼルダは忽然と消えたというが、一方でこのゾーラの里付近にも現れ、さらには魔物を消しかけてきた。ますます分からぬが一つだけ、ゾーラに限れば確かなことが一つだけある。全ては空から降ってきたということ。災いヘドロ、魔物、ゼルダ、全てが空から落ちてきた。ジアートに調査を命じておったな。進展はあっただろうか。王の証をよこしな。復元した石碑に書かれていたという王の証、知っておるとも。ゾーラ王の鱗のこと。古の儀式ではそう呼ばれたと聞くが、どう使われていたのか知る者はおらぬ。わしの鱗が役に立つなら、ほれ持っていくといい。この程度遠慮はいらぬ。足りなくなったらまた取りに来るがよいぞら。ジャブフフフフ。王の鱗、見る角度によってか異なる輝きを放つ。古くはゾーラの祭事で用いられていた。え、お前らってさ、そんな鱗ペリペリ剥げるもんなの。あのような魔物に遅れを取るとは、もう年ぞよ。
シドに王位を譲ることを考えてもよいかもしれん。王位継承者ドレファン様、うん、このヘドロ騒ぎが落ち着いてからの話、シドにもわしのこと、王の鱗のことを伝えてくれ、うん、お前のすべきことをせよとな。ドレファン、お前やっぱ格が違えわ、かっけえ。